こんにちは石川ですいつも私のチャンネルをご視聴ありがとうございます今も知らずに使っている第一次世界大戦の英語スラングこちらは第一次世界大戦当時のイギリス軍の兵士の姿 BBC の写真です 10th first world war strong w a s We still use today. 今でも私たちが使い続けている第一次世界大戦のスラング BBC の記事からです。今でも使われ続けている第一次世界大戦当時の英語スラングは以下の 10BBC が挙げています。Having a chat.Pronk.Pillbox.Brighty. サードライト、タンク、スナイパー、オーバー・ダットップ、シャープネル、バンフ。このそれぞれについてご説明していきます。まず一つ目はハビンガチャット、a chat. チャットするですが、このチャットは C H A T T、T? チャット、ヒンディー語。 が語源だそうです。ヒンディー語チャットの語源は、意味は、寄生中だそうです。第一次大戦中に、少人数のグループが集って、白身みを潰し合うために話をしているのを、チャットしていると表現したのが始まりだそうです。二つ目。 プロンク。語源はフランス語のバンブラン。白ワインというのを、この第一次大戦中にフランス戦線に従軍したイギリス兵が、このバンブランの発音を正しくできずに、プロンクと発音したそうです。このことから、現在では英語でプロンクというと安物のワイン、 という意味になっています。三つ目、ピルボックス。語源は、第一次大戦が起きる前には、塩平号は木製だったのですが、第一次世界大戦後半から、ドイツ軍はコンクリート製の塩平号を大量に建設しました。 このコンクリート製の円平合の形が薬を入れるピルボックスに似ていたために英軍兵士はこれをピルボックスと呼んだということです。4つ目、ブライティ語源はアラビア語のベラディ自国という意味に由来するとされます。そこ すなわち、自国または自分の家にたどり着く最善の方法は、母国召喚を必要とするほどの重傷を負うしかないとされました。五つ目、third right。語源です。 第一次大戦中、夜に一本のマッチでタバコの火を回しつけようとしたところ、三人目が撃たれて殺されたことから。理由は敵人ドイツの狙撃兵がマッチの光源を発見してから狙いを定めて発射するのに5秒かかった。この5秒はちょうど三人目の英国兵士が タバコに火をつけている瞬間だった。現在では英語で Unlucky ード d Light と言われている。六つ目、タンク。語源は、英国軍が揚水タンクと触れ回って戦車を運んだ策略から、第一次大戦中、1916年に、 世界最初の鋼鉄戦車を作った英国は、その情報がドイツのスパイに漏れることを防ぐために、完成した戦車を運ぶときに、これは用水タンクだと触れ回って運んだ。最初にソンムで戦線投入されると、ドイツはその情報を全く知らなかったため、パニックに陥った。これ以降戦車はタンク、 と呼ばれるようになった。七つ目、スナイパー。語源は、第一次大戦中、ドイツ軍は望遠鏡を備えた長距離射程のライフルを装備した何千人もの狙撃兵を実戦配備した。ある英国将校は、インド駐留中に狩猟に行った時のことを思い出して、 狙撃手をスナイパーと名付けた。スナイプという小さなインドの鳥は撃ち落とすのが最も難しい標的だったからだ。八つ目、オーバーダトップ。語源は、第一次大戦において、残壕の土のの壁を乗り越えて攻撃を開始することを文字通り オーバーザトップと呼んだ。それは極めて危険なことだった。近年のオーバーザトップの意味としては、行動を起こすこと、もしくは過度で不必要な発言をするという意味に使われる。ここのつめ、シャープネ n 語源、1784年に 王立砲兵隊のヘンリー・シャープネル注意によって発明された空中爆発飛散弾のこと発明者の名前が爆弾の名前に取られている現在のシャープネルの意味としては小銭コイン10個目バンフ語源軍用語の バムフォダード通達文書から来ている現在では形式主義的または官僚主義的な書類トイレットペーパーという意味で使われている以上今でも使われている第一次世界大戦の英語スラング10個を見てまいりました今日はこの辺にしたいと思いますチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではまた